一応、レモンカレーのパスタを作っていきたいと思います。まあ、パスタを投入して、これは、牛乳と、焼き酒と、あと、レモン汁を今入れています。あとちょっと塩でちょっと味をつけています。あとこれを、一気に、汁気を飛ばしていきます。オリーブオイルを足しておいて、これ結構ガッツリとろみがつくぐらいまで汁気をまず飛ばします。そんである程度飛んだら火を弱めて、ここに、バターを入れたらもうあとは乳化するだけなんで、ちょっと軽くこうかき混ぜてバターを溶かして、うまくクリーム状にしていきます。そしたらバターが溶けたら火を止めて、はい、これで完成です。はい、器に盛り付けて完成になります。どうもご視聴ありがとうございました。